た本にですね、お話ししていただこうと思います。篠原先生のお話とても楽しいので、今日もですね2時間あっという間に終わってしまうのではないかと思いますけれども楽しんで学んでいただければと思います。それでは篠原先生、よろしくお願いいたします。おはようございます。ご紹介に預かりました篠原と申します、はい、僕らの東築地学園という私立高校でですね、歴史の教員をして、気がついたら20年です、3年でやめようと思ってましたけど、気がついたらですね、20年やってたんです、本当、はい、今日福田館長はですね、この参加者の方の、ね、要はキャパを超えたという話を聞いて、もともと上の部屋だったらしくてですね、キャパを超えて大ホールに変わりましたという話を聞いて、すごくね、光栄に思います。と同時にですね、これだけ大きい多くの皆様の前で話をするなんて、ね、はい、気合いじゃありません。そうです、ありがとうございます。そこに話するのが結構気合いじゃないんですね。はい、今日は本気で話そうと思います。本気で話すとですね、この時世結構何て言うか、アンチができたりですね、炎上の可能性はありますけどですね、そんなに言うてですね、皆様、今日せっかくの貴重な時間をね、使ってもらって、そんなね、なんていうか、ね、毒にも薬にもならないですね、無理無臭の話をするなんて、失礼千万と思います。ということでですね、ひょっとしたらね、怒りに身を震わせるようなことがあるかもしれませんけども、まあ、それはそれでですね、その方の心に響いたということでですね、ある意味、お役に立てたかなと、勝手に思う次第です。僕、よくセット言うんですけど、話の聞き方としてですね、まあ、それはいろいろあると思うんですけど、まあ、揚げ足取ったりですね、まあ、そのね、その足を引く、そういう聞き方よりも、まあ、何かいいところを一つ見つける、まあ、そういうこの心持ちで聞くのが、なんか一番、ね、おいしい疲労ご飯が食べれる秘訣かなと思いますね。ということでですね、まあ、なんか2時間ですか、どうかよろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、今日タイトルは、古事記から見る日本人の宗教観、自然観、歴史観ということですね。はい、焼肉焼いてもいいやり方できないの知ってますか？あ、それ晩餐館です。晩餐館。トモコロリング知ってますか？あれ最新完成です。宗教観、自然観、歴史観ということですね。はい、何事もですね、本題に入る前に、ウォーミングアップ大事と思うんですよ。ウォーミングアップが。僕もですね、起こすに高校3年の体育祭でですね、全くウォーミングアップをせずに 100m 走やっちゃったんですよ。50m ぐらい走ったところで足がもつれ出してですね、大金石の前でヘッドスライディングした記憶があるんですよ。シャツがめくれてですね、バイッとすってですね、今でもこう血が出るんですよ。気分になっててですね、応募しましたので、ちょっとウォーミングアップをしたいと思います。はい、令和6年ですね、今年はですね。西暦に直すと、2024年ですか。何か動くんですか。タツなんですね。正確に言うとですね、タツじゃ三角なんですよ。と言われたら、っていうのはですね、時間と順位なんですよ。だから、順位子はタツなんですよ。順位子はタツなんです。って言われたら、こっちがいる、時間が。時間ご存じの方がいらっしゃいます。今年の時間。時間はですね、こう、おつ、へい、へい、ぼき、こう、しん、じん、きを、ローテーションって言うんですね。今年の時間、ご存じですか。今年はですね、甲子園のこうなんですよ。うん、で、これ、属性は木なんで、木の絵立つ。これが、です。はい、十二支は立つですね。立つ年ですよ。竜の年ですね。非常に縁起がいいと言われてますけど。まあ、竜ですね。漢字で書いたら、生徒に言うけど、三本髭、三本髭と分かります。三本髭、ここは上を間違えるんですよ。今、三本髭。また別の字で言ったら、こうですね。これ、どう違うか分かります？竜。この竜とこの竜。こっちがちゃんとした竜で、こっちがなんか、簡単な、僕っぽい竜だと。しかしですね、実は象形的に言ったら竜の象形ってこっちなんですよ。こう言われたらなんかこっちの方が竜がこうなんか天に登っていく感じじゃないですか。ね、
人でこっちが担当してない竜一感じだけど、実は証言的にはこっちで、実はこのこっちの竜の方がこっちだという説もあるんですよ。だけど、まあ、結論、どっちでもいいです。ちょっと竜に関して、竜に関して。まあ、これ竜ですね。後ろの方、言いますかね、竜です。かっこいいですね。かっこいいんですよ、竜というのは。これ、東洋の竜なんですね。東洋の竜。西洋の竜。なんか適当に取りましたけど。西洋の竜なんですね。東洋の竜と西洋の竜の違い。わかります?違い。東洋と西洋ですね。考え方が違うんですね。考え方が。東洋では竜ってどこにいるか知ってます?いる場所。水なんです。水の奥底に置くんですよ。奥底によって、なんか時を得た時、この時なら中等時にドワーッとこう上がっていくんですよ。ドワーッと上がっていく。竜が上がる時っていうのは、竜は雲を集めるらしいですね。雲。雲が集まればどうなります？雲が集まれば雨が降るんですよ。雨が降ればどうなります？水ができますね。水が。だからこの我々東洋は竜は水の化身なんです。水の化身ということは、まあ、プラスかマイナスかというと、これプラスなんですよ。我々は竜を崇めます。崇拝しますね。ところが場所が変わればですね、竜の考え方が違うんですよ。西洋では竜は悪者なんです。悪者は。なんでなのかと。なんでなのか。まあ、西洋は、ね、小麦だから、ね、小麦はあんまり水使わないんですよ。ああ、水のありがたみが薄い。東洋に比べたら。ここ行こう。はっきり書いてある聖書に竜が悪いって。西洋の竜ってドラゴンですからね、ドラゴン。そんだけです。だけところがあれば竜の考え方は違うんですね。まあ、パッと見て一瞬で違いが分かるんですね。これね、西洋の竜は翼があるんですよ。翼がついてるのはこれドラゴンです。西洋の竜。で、東洋の竜は翼がないんですよ。翼がない。そういうことです。まあ、竜に関してね、考え方が違う。ということですね、もうちょっと最初、大見方でですね、竜を集めてきました。テストしようと思います。独断と偏見で竜を集めてきたんで、今からプリントを配りますので。回してもらっていいですか。結構竜があるんですよ。制限時間10分でいきましょうか。テストがあるんですよ。いいですか。どうか力を抜いてされてください。点が悪かったんですね。ただ老害になったことだけなんだって。バケツ好きで竜がつくことは竜に変わるエンターテインメントからの竜がつく人物結構多いですね。本当は10個しようかな、10問テストにしようかなと思ったら、すみません、ちょっと18個ですか。情熱はようと思ってください。Thank you.
じゃあ一緒に答え合わせやっていきましょうか。はい、まあ、ウォーミングアップということですね。まあ、チャット式ですね。ビューがつくことは、まずまあ、用語事項じゃありませんけどね、肝心なところが抜けていること。がよ、点線を書くんだけど、要は手がいいんですよ。線をよくここで間違えるんですよ。晴れると行きたいところなんですけども、ここなんですよ。ここよく間違えるんです。晴れてもあんま間違いないと思うんですけどね、一応ここ的にはこうと言われてます。画用、点線を書くと。画用、点線を書く。次、二つ目。始めだけで最後まで勢いが続かない。よくありがち。理由とダービー。次3つ目、理由がつくことは、まあ、立身出世のための関門と、コンクールとかね、大会とかよくありますけどね、登竜門と、登竜門。登竜門の理由はやっぱこっちに使う場合が多いかな。知ってます、伝説。滝登りだと、滝登り。滝登りした魚、これが登り詰めたら、ついに竜にメガ進化して登っていく。そこカッコありますけど、何時様だか知ってます。これポケモンでもポケモン知ってます。ポケモンって聞いた後やね。ポケモン意外と歴史ネタ多いんですよ。これなんですよ。これ、みんちゃんわかる？ポケモンマスターじゃない。ヒゲガルさんかな、ヒゲガルさんなんですよ。鯉なんですよ、鯉。鯉は魚辺に。登っていって登り詰めたら竜進化。いや僕小学校のところでですね、あの黒崎の水屋のエスカレートを逆に登って、これの滝登りだってめちゃ怒られた記憶があります。本当、もっとバカやったな。どういう子は無理だったんですか。登竜門ですよ。まあ、ちなみに竜がおる場所って水の底でしょ。水の底にあるもうだけ竜が住むところなんですよ。乙姫様のおる場所。竜宮城でしょ。水の底にそういうあれがあるんですよ。乙姫さんはちなみに、まあ、設定的には多分、竜神の娘の設定ですから。竜神様なんですよ。あ、浦島太郎ですね。はい、ということで、次行きましょう。土の竜と書いて。あ、ちなみに、ポケモンではですね、このコイキングというのがおりまして、コイキングがメガ進化しますと、ギャドラさんというのが進化しますよ。あれは、登竜門をメガにします。登竜門ね。結構ね、ポケモン勉強になりますよ、本当。あ、ちなみにですね、伝説のポケモンというのがおりまして、レックーザというんですよ、レックーザ。彼の必殺技は画竜転生。勉強なんですよ。これ勉強なんですよ。ああ、そういうこと。もう、これですよ、これ。土の竜とか言って、はい、どんどん、もう一回。僕ら、かわいいですね。かわいい。目が見えない、目が見えない。僕らもかわいいけどですね、うちのチャボもかわいいですよ、はっきり言ってますよ。チャボかわいい。うちのチャボ。これも可愛いですよ。これ知ってます？これ、ご家族写真です。イタチなんです。イタチ。ああ、なんかつぶらな瞳でですね、可愛いんですよ。近づけないですか？キャーキャー。めっちゃ凶暴。めっちゃ凶暴。このイタチですね、うちのひよこ今やられたんですよ、本当。こんな可愛い顔してるのめっちゃ凶暴。で、しかもイタチには、近づけないですか。めっちゃ臭い。本当臭かったね。イタチの最後ってしますけど、本当。ああ、やられてですね、本当、焼き殺したほうかと思ったけど、ね、動物愛護団体に怒られてたから、あのどこから知らんけど、から知らんけどですね、イタチはこの橋を渡れないっていう情報があるらしいんですよ。橋を渡れないらしい、イタチっていうのは。うちのじいさんがですね、あの音楽の見間違いの向こうまでこうイタチを捨てに来ましたよ。強いことだよ。イタチ。ああ、すみません、話が出てました。次、料理ですね。竜がつく料理なんですよ。なんとか揚げって、これだけ。これね。竜田揚げ、竜田揚げ。竜田揚げと唐揚げの違いって分かります？どこでもいいんですよ。一緒に形状じゃないですか。あの他の料理でも、メニューも一緒に形状もあるけど、
小麦粉で硬い片栗粉らしいですね。ああ、まあ、よう知らんですけど、なんでタツがつくのか諸説あるんですけどね、これちょっと歴史的な説もありまして、有原なじみの百人一首の歌知ってます？映画漫画にもなってるやつ、百人一首の流しと、千早振る、神の木から立ちたがる、からくれないのに水くくるとか、立ちたがるどこだろうか知ってます？立ちたがる、法隆寺の三角があって、奈良の法隆寺、立ちたがる、すごい紅葉の名所で、まあ、つまり紅葉みたいな感じが見えると、色がですね。立つたがあったら立つたあげになった季節もあるんですよ、歴史的に。まず、あ、分からんんですけどね。立つたあげ。はい、そういうことで。結構言葉だけにもいっぱいある。次行きましょう。リュウに関わるエンターテイメント。我が国の誇る最高のボードゲームですよ、これは本当。これが何かと言いますと、将棋ですね。僕、将棋だけでも1時間話せるんですけど、別の機会にします。将棋がすごいボードゲームですよ、はっきり言って。最高のボードゲームですね。チェスとか全然もう、ジーンズじゃなくて、将棋に比べたら。で、将棋の最強の駒があるんですよ、最強の駒、答えが。飛車。飛車。これは、まあ、将棋の最強の駒になりますね、飛車。飛車が、将棋っていうのは敵の陣地に入ったら、これで一回メガスピンがパワーアップするんですね。飛車が敵の陣地に入ったら、これが竜王、竜に変わるんですよ。めっちゃ強いですね、最強の駒。将棋の駒でも言うんですか。今将棋って言ったら八冠ですよ、本当すごい。藤井とかすごいですね。将棋とか書いてますよ、竜王ですからね、タイトルには竜王。いや、思うんですよ、本当あの藤井聡太と大谷翔平も日本高いですよ、本当本当そう。あの日本の教育でダメだダメだ言われてますよ。言い返したらいいですよ、大谷翔平を産んだぞ日本は。日本は藤井聡太を産んだぞ、言い返したら大きな。まあ、大体天才っていうのはね、作れるものじゃないんですよ。もう買って出てくるもん、しかしね、何でもかんでもない、大げがいいとかね、ああ、どうなんだ、日本はダメだ、僕はそうじゃないと思いますけどね、日本はまだまだ捨てたものじゃない。ということで、エンターテインメント系いきましょうか。国民的ロールプレイングゲーム、僕もハマったですよ、今日しましたね、これはっきり言って。悪者なんですよ、やっぱり竜、悪者なんですね。竜がお姫様をさらっていくっていうことだから、このドラクエの設定は竜は悪者なんですね。つまり西洋的な価値観、西洋的価値観。ドラゴンクエスト、クエストっていうのはまあ探求するっていうんですからね、探求すると。竜を求めていくと、そういうゲーム。僕はもうドラクエはあの1より3が好きやったんですね、3が。答えは何ですか、7番、ドラゴンクエスト。社会現象を、ね、巻き起こしました。なぜ西洋で竜が悪者か、まあ、聖書に書いてあるのもありますし、知ってますか、アダムとイブが持ったんですよ。神様が最初に作ったのがアダムで、次にイブを作った。うん、で、まあ、エデンの相撲で、まあね、何不自由な暮らしをったんですよ。ところが、一つタブーがあったんですね、タブーが。これだけしたらいかんと。着るものも食べるものも、いくらでもあるのに、これだけはダメだと。食ったらいけないと言われていたものがある。それが何かというと、リンゴなんですよ。リンゴ、禁断の蜜ですね。リンゴはいかん。他に言ってもいっぱいあるからいいんですよ。我慢せやって話だけど、まあね、タブーというのは人間の最も刺激するものらしいですね。聞いて食っちゃったんですよ。なぜ食ったかと。ある動物がそそのかした。イブにそそのかした。おいしいよ、食べてやりたいんだよって。ダメよ、とか言って。バレないよ、食べてみなよって。そう、大きくかじっちゃったんですね。おいしいよ、アダムおいしいわよ、これ食べてみなさいって。アダム食べちゃったんですね。この動物が何かというと、ヘビなんですよ。だってそのイメージが一つですね。ということで、西洋ではヘビの悪者なんです。なんか日本は男女平等を遅れてきてますけど、結局聖書でも最初の男を作ってるでしょ。次女を作ったんですよ。これ聖書に書いてますから、この事実です。なぜか、神様が男を一人じゃ顔面相だって作ったんですよ。そこは西洋の価値観では、まあ、はっきり言いますけど、女は男を慰めるものですから。こっちの方が女性でしと思うんですね。まあまあね、そんなの日本のわざわざガチャガチャ言ってくるんだと僕は言いたいですけどね。ということで7番ドラゴンクエスト。次8番、これは中学の頃ですね。ボードバ
パワフルゲームじゃないけど、このね、対戦ゲームなんですよ、対戦ゲーム。で、これ、主人公っていうか、まあ、この人、人のキャラ、なんだけど、これ波動拳、カメハメハメ、波動拳。波動拳がジャンプしていくんですよ。ジャンプしてきたら、これ、昇竜拳じゃないですか。昇竜拳、はい。ジャンピングアッパーなんですよ。ジャンピングアッパーなんだけど、昇竜拳じゃん。いや、これみんなやってますから、小学生。波動拳、波動拳、昇竜拳って。竜が昇るような感じで。はい。どうぞ、今、どうぞ、今。おまけシリーズも、これ何ですか、これも。戦隊もの。僕見てましたよ。道をやるんですよ、これね。戦隊もので最後ロボット対決するんですよ。あのロボットが欲しい欲しいお茶買ってもらえなかったね。買ってもらえなかったね。なんですかこれ。10レンジャー。恐竜戦隊の竜なんです。男はやっぱり好きなんですね。やっぱ竜がね。竜が好きなんですよ。10レンジャー。もういいんですよ。流してください。こんな感じで。次なんですか。従来戦隊恐竜じゃ。一緒やんけ、と思うけども。まあ、違うんですね。可愛いの恐竜みたいな感じ。なんですか。用意しないけど。次は。竜騎竜戦隊か、じゃあ、騎士竜戦隊か、竜装じゃ、何が違うか分からないんですよね。そうそう、ネタ切れ、ネタ切れから完全ネタ切れ、ね、よく見たけどですね、やっぱり竜っていうのはそういうものなんですね。はい、次行きましょう。左がいきますか、右が。日本の詩が出てきます、後でやります、後で出てきます、これ。ね、何でも、8本の首がある、恐ろしい化け物でございます。8本の首。我が国の腰に出てきます。後でやりますけども、あの見たパターンで山田の墓地です。山田の墓地。まあ蛇か竜か分からないけど、まあ竜ちゃん竜です。ドラクエでもですね、ドラクエでも山田の墓地出てくるんですよ。中ボスで、中ボスで。ドラクエの山田の墓地はですね、ちょっと首が3本省略されてますけど、火張ってます、火張ってます。どっちかというと西洋的な竜ですね。次行きましょう。ゴジラの竜使うんですね、ゴジラの、ね、ここクリス・サンドですね、ゴジラのこのライバルと言いますから、これキング・ギドラ、キング・ギドラ、うん、金曜日でしたらね、もうこれ楽しいですよ。どこやったかな、ね、始まるんですよ、これ、ね、漫画日本昔の話。牛に乗って、ね、おやよい子だねんでしなちゃんだ。今も昔も変わりなくじゃん。これが小学校の頃ですよ。だから小学生に替え歌をするバカなんですね。こうなるんです。坊やよい子だ金出しな、父ちゃん母ちゃん内緒でわーって言っても、小学生小学生好きなんですよ、本当。もうすぐひな祭りやないですか、ひな祭りやないですか。だいたい小学生こうなんですよ、ね、明かりをつけましょう爆弾にドカンと一発ハゲ頭、もう二枚は違うとんで今日は悲しいお葬式って歌いながら歌いながら、バカですよ、男ってほんとバカだなと思ってですね。僕歌ったんですよ、息子歌いよったんですよ、このちっちゃい子。ああ、俺血は争いなと思って、ああ、すいません、これ同じ多分構図なんですよ。同じ構図なんですよ、これ。我が国が世界に起こるアニメーションですからね、これね。これが何かっていうと、ね、自分の絵が天と地の感覚です。最後、有名なシーン。でこのまあ竜は助けてくれる。竜はもともと白痴男の子だったんですよ。でここで千尋が、あ、昔の竜は私川に溺れたとか言って、その川の名前はとか言って、ね、こう逃げ早に琥珀主って名前が分かったんですよ。ここで白にかけられたか呪いが解けるっていうのは非常に有名らしいんですよね。まあ、竜は出てくる。13番、いやこれも国民的アニメですよ、国民的アニメ。何でも叶えてくれる。7つのボールがあるんですよ、7つのボールが。これ集めたら願いを叶えてくれる。ここから物語がどん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 進歩発展していく感じですね。これわかります？なんか線路がある。
チェンロ神を言うと書きまして、いやドラゴンボールも本当もう世界的なアニメですからね。これと書いて、シェンロンと言います。神を言うと書いて、願い何でも書いてる。シェンロン。主人公、孫悟空って言うんですよ、孫悟空。元ネタ何かって言うと、サリピなんですよ。サリピ元ネタ。中国次ちょっとまあ若者かな。これ、お兄ちゃん分かる？何時か知ってる？竜とそばかすの姫ですね。竜とそばかすの姫。あらないならないならないならないって言ったの。紹介だけ紹介。竜とそばかすの姫。これはね、あのポストのモルチもあのすごい有名なアニメなんですよ。本当。だって新海誠とポストのモルチも出てますから。これにも理由が出てくる。出てくる、はい、エンターテインメントもっとあるけど、これぐらいしていきます。最後、理由がつく人物もおるんですね。まあ、よく名前使われますよ、やっぱり。まず15番、越後の竜。越後の竜、ね。いや、かっこいいですよ。越後の竜ですよ。実は、幼名は虎町なんです。虎年までやから虎町なんですよ。でも何が違うんだけど、越後の竜なんですね。これだって、武田信玄は甲斐の虎なんですよ。なんか逆にも気がするけど、これが。我が上杉謙信。授業で川中島したんですよ。いやすごいですね。もう川中島だけで話せるけど、ちょっと別の機会もあの大将一級者、僕は絶対あったと思うんですよ。絶対あったと思う。そんな大将が一級とかするから、僕はあったと思うんですよ、絶対に。伝説の、まあ、二人ともね、武田信玄も上杉謙信も天下は取れませんでしたよ。天下取れなかったけど、我々はね、川中島の戦いって騎馬戦って言ったらね、僕男の通過みたいな気がするんだ、騎馬戦やるのは。ところが今ね、危ないとかの怪我するとかでなくなってしまった。どんどん日本の男は平和になっていく。なんか日本の、誰の限りですけど、上杉謙信、独眼竜。もう、ね、渡辺謙、ここからスターダム持ち上がっていきましたからね、聞いてね。俺、小学4年ぐらいやったかな、読みてましたよ。この三日月の前だってね、かっこいいですよ、この本堂、伊達政宗は。かっこいい。独眼竜。ウォーミングアップの先ほどしました。終わりになります。17番、日本を選択するぜよ。日本を選択するんですね。これね写真ですよ、この本当。我らが坂本九。一応本名っていうか、名前で言うなら龍は、こっちなんです。龍馬のサインとか全部これですから。なんでこっちのイメージが強いかというと、司馬太郎が書いてしまった司馬太郎の龍馬作品。龍馬が一個書いてですね。龍馬の行くこっちなんですよ。だから司馬太郎にやっぱりちょっとフィクション入ってるから字を変えるんですね。こっちにしてるんですよ。このイメージがあって、でもまあどっちでもいいですよね。どっちでもいいと思うから。坂本九が。はい。このちょっとおもながら、男性ですけど、これがね、雲の質とかで、ね。花とか、芥川賞の、ね、本人ですよ。芥川龍之介。まあ、芥川龍之介、やっぱこっちだとなんかさまざまなんですね。ちょっとあのこっちだとさまざまな。どちらでもいいですよ。どうですか、ドラゴンスコア、ドラゴンスコア出ました、ドラゴンスコア、ドラゴンマスター出てきました。そういうことですね。はい、ウォーミングアップ、じゃあここからお願いします。
基本的知識としていつご時期が出たかご存知ですか。大学受験では年遅れてます。最初にご時期の基本的知識からいきましょう。710年にしてます。710年、これ覚えてないですか。710年、有名なイベントがありますよ。都を移したんですよ。都を移した平城京遷都、奈良の平城、今奈良市ですね。平城京に都を移した。平城京、今でも覚えておくのがですね、横に浅川中学校ありますよ。僕は2年9区にありますよ。歴史が授業ですよ。歴史の授業、2年生から始まって、奈良の平城京、はい、大野先生、710年、平城京よって、僕も歴史好きだったから、ちょっと言ったら、はい、と。奈良君、こうしたのと。先生、これはですね、なんと立派な平城京って覚えたらいいと思います。調子って言ったんですよ。なんと立派な平城京って覚えたらいいと思います。おー、すごいねってことあるんですよ。嬉しいじゃないですか。これ、中二ですかね、本当、おー、すごいねって言って。もう、鼻高々ですよ。さあ、横割りが入った。マタギがこう言ってたの、マタギが。先生、これは、泣くもねばねば平城京ですよ。何やこいつ、欲張りが入ったの、思わぬ欲張りがですね。かつい上でですね、こう言うたらですよ。泣くもねばねばとか、何の脈絡もないよ。脈絡もないじゃないかってわけですよ。マタギがこう言ってた。脈絡がない方が、かえって記憶に残りやすい。うん、あ、不正義の、そんなのこじつけやないかって言ったんですよ。マタギが、いや、お前こそ愛だって。愛は上位ですよ、本当。しばらくこの平城京論争が起こって、結論があった。あなたたちもちょっと静かにしなさいって。大野先生、こういった判決を変えます。何だと思います、大野先生は。篠原君、又家君、いいですか、どっちでもいいじゃないのって言ったんですよ。どっちでもいい、どっちでもいいですよ、本当。覚えたらどっちでもいい、確かに。なんか、それごとに、なんか、熱くなったら自分がちょっとちっちゃかったなと思って、今、判決もガサガチが2年に行く。ということで、平城京の頃なんですよ。平城京の頃、古事記っていう、まあ書物ですよ、簡単に言うと書物。大学とかしてます。これもね出るんですよ。これも出る。二人のね、あの合作なんですよ。立役者二人。覚えてるよね、じゃあ覚えておく。ヒエダのあれ、その時ヒエダなりその。あらゆる文献を暗記してしまったっていう、まあ、簡単に人間コンピューターが起こったんですね。これ、冷え玉ですよ、冷え玉。人間コンピューター。僕が発見してたんですけど。なんか冷え玉がベラ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 言うんですよ、人間コンピューターがですね。冷え玉で。それをまとめたのが名編集長の編集長。これが大野ですの編集長です。まとめていった。平田のあれと大野康馬の合作で作られた、まあ、歴史書です。バーガーの歴史書。で、これセットなんですね。セットなんですよ。古事記って言ったらセットなんですよ。もう一個。よく危機と言われます。危機。あの、魔女の脱却の猫じゃないですよ。キキって。キキって言うんですよ。このセットなんですよ。キと、もう一個キがいるんですよ。覚えて覚えて、お姉ちゃん覚えて、ごめんね。ごめん、キが付くやつ、セットなんですよ。あの、ハンバーガーとかみたいな感じ。日本書紀なんですよ。日本書紀が絶対多いんですよ。日本書紀。これ必ずセット。8年後、2年、720年できるんですけども。聞いたことないですか？基本的な質問やけど、これ、高校生で言うんですよ。木を気をつけろって。木の字が違うんですよ。木の字が違う。なんで違うんだ？一緒にせえやつも言いたくなるけど、違うんですよ。
なんで古事記と日本書紀は機能が違うのか。だいたい高校の歴史の教員が力量を試そうと思ったらこれ聞いたらいいんですよ。なんで違うんですか、聞いてみたら。答えたら多分そこそこのレベルですね。答えてからちょっと2枚下げるんですよ。なんで違うのか。対象が違うの、対象が。古事記と日本書紀、何を対象に作ったかなんですね。古事記は国内の豪族に、まあ、大きい天皇は大切にせと。天皇は尊いやろということをアピールするために作ったのが古事記です。日本書紀は対象が違うんですよ。誰に対象に作ったか。認めてもらいたい、日本を認めてもらいたい、誰にか。当時、超大国があった。中国なんですよ。中国に認めてもらいたい日本も、こんな歴史書を作る国になりましたよとアピールしたい。そこで作ったのが日本書紀なんですけど。中国は島津の四季からの歴史大国ですからね、やっぱり。ああ古い歴史の、本当歴史の歴史が古い。で中国の歴史は27史って言うんですけど、まあ、大体次の王朝が前の王朝の、ことを書くんですけど、大体ディスります。お前ダメやったけ、俺らが勝ったら、ね、殺しにやったらみたいな感じで書くんですけど、で中国はね、これ、まず最初に皇帝の歴史があるのに、本日に。ああ気持ちなんです、中国は。中国がこっちの木を使う件、それに合わせた。中国の件。だから日本書紀中国人見たら読めると思いますよ。読めるんですよ。漢文で書いてるから。漢文で書いてるから。古事記は読めない。日本書紀読めるんですよ。そういうことなんです。中国向けに書いてだけ字があるからですね。受験生の中でですよ。そういうことで、まあ、この古事記と日本書紀、まあ、記事とセットで使われますけど、一体どれくらいの価値があるのか、どういう意味があるのかなんですよ。簡単に言うと、日本の歴史、文化、伝統が凝縮されるんですよ。だから、西洋で言ったら何に当たるか。なんとか西洋にで考えたら、こう日本の古事記、日本書紀何に当たるのか。西洋の歴史、文化、伝統が凝縮されるという本知ってます？これ、バイブルなんですよ。聖書なんですよ。だから、聖書なんです。日本の聖書。古事記、日本書紀は日本の聖書だったんですね。ああ。ということは、ちゃんと勉強したらいけないじゃないですか。西洋人、西洋のね、欧米人の聖書、日本人の頃からしっかり勉強してますよ。でも考えてください。我々聖書勉強し、日本書紀、古事記、勉強します。勉強しないんですね。昔はしてたんですよ。昔はしてた。ところがですね、まだ戦争になれば、ここなんですよ。ね。ちゃんと戦前はされてたのが戦後になると、なんか非科学的で、非学問的で、ね、嘘でダメの、簡単に言うとも価値はない、まあ、文学史の勉強の、もう有害著書みたいな扱いになってしまった。ひどい話ですよ、本当。戦争に負けましたよ。まあ、それと古事記に落ちるけど関係ないよ、最近。ね、まあ、戦後民主化政策って習いますよ。聞いたことないですか、例えばなんか財閥解体とか、なんか農地解体とかね、いろいろありました。まあ、それはそれで良かったんですけれども、一番影響力でかかったのは、別に農地解体でも財閥解体でもないんですよ。教科書出てこないんですよ。歴史教育改革なんですね、やっぱり、ね。これを食らったわけには。ああすごい、ね。GHQ はですね、巧妙ですよ、すごく。すごく巧妙だと思う。あっぱれですよ、出来ながら。ね、この日本の歴史、日本人とこの日本の歴史の中体を断絶した。真綿で首を絞めるみたいな感じですよ。長期的な計画で、日本人の骨抜きにしようと考えた。いや、すごいと思いますね、本当に。今、日本が抱える問題、いろいろありますよ。政治、経済、なんか社会、教育もそうだし、環境問題もそうですよ。いろんな問題抱えているわけには。ね、その源は何かというと、僕はここに、なんか、息づく気がするんですよ。日本人とこの歴史の結びつきが切り離された。日本復活の鍵は僕は歴史だと思ってます。歴史だと思ってます。ですからですね、まあ、その僕ができることは、まあ、微力ですけども、ね、結構、そういうようなことかもしれませんけども、ね、やっぱり、じゃあ、取り戻すために、しっかり歴史教育をしたいと、そういう思いですね、今日はですね、まあ、古事記から見る日本人の宗教観、自然観、歴史観ということで話をさせていきたいと思います。はい。ということで、まあ、もうこれね、実はもう、ね、まあ、残りも1時間ちょっとですけども、そんなに膨大なものなんですよ、古事記っていうのは。だから、そんな、こいつ時間で話せる内容じゃない。ちょっとまあ、ダイジェスト版で送ります。ピックアップして。それだけは最初にお断りしておきます。ということで何ですか？まず、宗教観。宗教観。25分ですか？ちょうど学校の時間、授業で1時間終わりましたね。じゃあ、次第に、ここでちょっと10分休憩しましょうか。次からこの本題に入ってきます。
京都駅があるんです。京都駅。京都です。でも鴨川があって、鴨川があって。でこっちが東山ですね。この辺が清水寺、うん。拡大します。ポチッと。拡大しました。こう祇園なんです。祇園。鴨川の東側、祇園。舞子藩のとこ、舞子藩が。すごいこう、ね、華やかで、あれやかなところですよ。ここにですね、臨済宗の本山があるんです。臨済宗の本山。臨済宗の本山が多いと。多いじゃないですかね。臨済宗の本山。英才が垂れた臨済宗の本山。なんとか寺。これ、権威。権威。聞いたことですか、権威。県に聞かれたことあるといらっしゃいます？県に。あります？あります？県に寺に入ったら、まあ、中入ったらですね、すっごいかっこいい竜の絵があるんですよ。すっごいかっこいい竜の絵。あ、ちょっと見てみて。襖絵。これね、安土桃山の絵師、この解放優勝の雲竜図があるんですよ。あ、もちろんこれはレプリカです。本物は京都国立博物館なんですけども、すっごいかっこいいんで、ちょっとまあ僕らの方が。全然関係ない、観光客のおっちゃんにとってもさ。旅の恥はかきつけ。この竜がめっちゃかっこよくてですね、もうすごく心奪われてですね、すごくかっこいい。この思いが、ついにですよ、ポチッとなんか、我が黒本地本があるんですよ、僕の調子乗って本を作りまして、これ歴史の参考書なんですけどね、この表紙が竜なんですよ。これ出したのちょうど12年前なんですよ、半年の時。竜出したんですよ。このね、竜使いたいと思って、この竜を。ね、竜使ったんですよ。12年経ちました。おかげさまでですね、この本がですね、なんと完売いたしました、本当に。ありがたい限りですよ。ちょっと、次なる野望を持っててますね。4冊目なのか。次、ちょっと表紙書いたいんですよ、僕は。表紙書いたいなと思ってて、ついですよ、本来ついに。本当はあんままだ出したくないけど、しょうがないで出しますので。なんかシンクロ本になるんだ。シンクロ本。あ、ちょっとゴジラに乗っかりました。ゴジラに乗っかりました。ミハンで、ほんと。トラにさん、トラ。かー、このトラ、次トラですよ。このトラ、どこの、誰のトラかわかります？あ、これ、正解者にはシンクロ本差し上げます。江戸時代の絵師なんです。江戸時代の絵師。このトラ、またキュートでね、もう日本文化じゃない。なんでもこう、可愛くしてしまうという特性が。かわいいですよ。ザキチュなんですよ、ザキチュなんですよ。ザキチュです。あ、そのとおり。今度立ち上げますね。これ、伊藤ザキチュなんですよ。チュは三水。伊藤ザキチュの通らず。新興版を超えていこうと思いまして、その一番肝心なことを教えてみました。あ、これは宣伝じゃなくて紹介ですか、紹介です。ということで、本題に行きます。古事記。まず、宗教観から言いましょう。宗教観とは何か言いたいのは、死生観ですね、死生観。日本人はいかなる死生観を持っているのか。ここからはですね、古事記の話を、漫画って分かりやすい、すごく。歴史はね、絶対漫画から勉強すべきですよ。この本ご存知ですか？この河野文雄って方、すっごいイラストで、ボールペン1本だけで漫画作ってますよ。すごいです。すごい画力。これちょっと使います、これを。はい、いきます。まあ、最初、雨の水上神様、神様、最初の神様。そこから下方でいろんな神様が出てきては消え、消えては出てきて、そこを繰り返した。で、メジャーどころが出てきた、メジャーどころ。この二人です。メジャーどころです。まあ、付き合って3日目でのカップルな感じです、はっきりして。男と女が出てくるんですよ。男の神様が、イザナギ、ナギって言うんですね。女の子が、イザナギ、まあ、ナギちゃん。ナギとナギちゃん出てくるんですよ。ナギとナギちゃんが、つまり、まあ、このね、人間がこう、赤ちゃん、子供を産むように、次から次と日本列島を産んでいるんですね、こうやって。日本列島。まあ、これ全部書いてるんですよ。ここから取ります、ここから取ります。すごい分かりやすいんですよ。3回に分かれてるんですけど、でこの3冊で栃木がほぼコンプリートできるという、すごいものです。ついたついと産んでいったんですけども、このナギちゃんですよ、火の神様を産んだんですね、火の神様、火の神土という神様を産んだ。ね、でそういうふうに産むと火は熱いですからね、
当てつてこの湿気を焼き直してしまったんですよ。うん、致命傷、致命傷です、これはっきり言って。なんと神様なんだけど、亡くなってしまった。神様死んでしまうんですよ。神様も。神様亡くなって、まあ、黄泉の国になっていくわけですね、アムロの国に。でも、イザナギは大切な彼女を失った。会いたい。ね、音が耳し、会いたいんですよ。会いたい、会いたい。会いに行くんですよ、黄泉の国に。会いに行く。すごいですね。すごい行動力。会いに行くんですよ。こう洞窟を奥まで行って、黄泉の国につながっているという、ね、エゴーマさんの簡単に話しています。ああ、行けたんですよ、海の国の入り口に寄ってきた。インターホンが、インターホンが、押したんですよ。誰やつだったら、俺、イザナギ来たのに、え、イザナギなの？あれ来てくれたのって。あれ、あれだよ、お前に会ったんだよって。ああ、残念とか言って、あたいは、もうね、この黄泉の国の食べ物を食べてしまったって。食べてしまったら戻れないって言うんですよ。ちょっとね、住んでるところで。でも、あなた会いに来てくれた。あたい嬉しい、嬉しい。ちょっと黄泉の国の神様に聞いてくるって。聞いてくる。その聞いてくる間、絶対に中を見てはいけないですね。あのこれ見ないそうな、見ないそうなのかって言って。見ないんだって話終わってしまいますよね。あのさっきのあの、ビンゴラなんて一緒、もう食うなってことは、もう食えってことなんですよ。ね、押すなってことは、押せってことなんですよ。見ちゃったんですね。見ちゃったんですよ。そしたら、どうだったか。見たらなんか灰が飛ぶんですよね。よく見えない、よく見えない。火を押したら、なんと。ね、自分の大切な女の子が、ね、どんな状態だったのか。フランスタイだったんですよ、フランスタイ。好きな愛する人がフランスタイですわ、ね。フランスタイやったらね、素敵な小物とかがあってですね、かわいいとか言ってね、素敵な時間を過ごせますけど、フランスタイですよ、これ。シャレなわけで、いやーって感じですよ。イザナミの方が、逃げたらなってなるわけですよ、ね。どうなるか、逃げますよ、イザナミは逃げる。イザナミは負け、追っかける。逃げる、追っかける。地獄を二度っ子、地獄を二度っ子、つかまったら食われてます。ここだけでも話がめちゃ重いですけど、紹介します。イザナギは、まあね、なんとかです。急進一生を得て、脱出成功。脱出成功。こうさ入り口に岩をして、こう入ってこれない。イザナギはここで追っかけていくんです。ここから何が始まるか。イザナギは言ったら、あんたよくまた橋を乾かしたら、キーって感じで、ね、いいわけですが、この裏に腹さで置くべきか。あんたの国の人間を一日千人死ね殺したんです。どれだけ握力が強いか、ね言ったわけですよ。イザナギは言ったんですよ。やってみろ、これ。俺はその代わり、一日1500の産屋を建ててやる。産屋を建てる。つまり、一日1500人産んだろう。お前が1000人殺すならこっちで1500人産んだろう。小学生の喧嘩も小学生の喧嘩も。壮絶な夫婦喧嘩が始まった。ねまあ、大体夫婦喧嘩は犬を感じますよ、はっきり言って。何回か捨てられちゃうんですよ。本当教育所とも言ってますよ、夫婦愛はです。どうでもいい話ですけど、先月僕は愛読誌、産経新聞を取ってるんですけども、産経新聞はですね、最初にこの読者の朝の歌の詩を募集するコーナーがあるんですよ。どこにですか？ちょうどいいこの詩が載ってたんで、今から暗唱します、ね。あなたというタイトル、ね、一般の人が、ね、投稿したあなたというタイトルいきますよ。結婚当初、あなたは天女に思えた。あれから30年。エンマ様だと思った。さらに10年、あなたは観音様だったことに気づいた。しですね、お前。ね、ってことはですね、結婚してから40年はエンマ様なんだと思って、計算したんですよ。あと22年エンマ様、あと22年エンマ様ですよ。タイトルとかね、頑張りますよ。あと22年。長いですよ、観音様はね。でもですね、ねうちのエンマ様がですね、本出すから金かかるね、やっぱり。金かかるんですよ。僕言ってきました。あんたそんなね、腕も背中も出してたと。あんたの使うお金は桁が違うようにしてくれるんですよ。すいません、また来ます。僕それだったら、次の朝、次の日なんか僕は早いんで、行こうと思ったらテーブルに、ね、カードを置いてあったんですよ。カードで。なんだかんだ言って、なんだかんだ言って、可能さないで、可能さないで、本当。可能さないですよ、本当。ということでですね、はい。22年も必要なかった、本当。はい、2月。だから、終了なんですよ。イザナギは死んじゃったでしょ。これに神道の死生観、宗教観は何だというと、死んだ。神道。ね、イザナギ死んだって言ってなくなった。死んだら、はい、終わりです。終わり。もう何もないです。
さん、なぜ人間が宗教を生み出したかご存知ですか。まあ、日本人なかなか宗教的にルーズですからね、あんま考えませんけど、でもこれすごい大事なんですよ。なぜか、なぜ人間は宗教を作り出したか。それは我々必ずいつか訪れる、ね、まあ、この世は詐欺がありますよ、うん、ね、で、やっぱり生物である以上、死の恐怖があるんですよ。死の恐怖がある。この死の恐怖をいかにこのね、克服し、まあ、克服かもしれない、和らげるか、ね、そのために宗教を生まれたんですよ。だから完全に森になるんですよ、森に。ちょっとだから死の救済が宗教の大事な役割なんですよ。ないんですよ。あんまりね、神道がやりやると広まらないんですよ、やっぱり。死後の、一番肝心な死後の救済がないと思うんですね。例えば、欧米では、何ですか、ユダヤ教があります。もともと多神教でいろんな神様、ヤブロズの神様がいたり、ヨーロッパも、ね、一神教の方がいいんだって、ユダヤ教授の方がいいんだよ。ユダヤ教授はユダヤ人しか救われないんですよ。そこにもね、ある男が出てきて、そんな結論の地ってこと言うなよって打ち立てたのがキリスト教です。キリスト教は破壊を起こしますから。ユダヤ人以外も救われるようになってくる。そこから約何ですか ?600 年後ですか砂漠のど真ん中でムハンマドは神の啓示を受けた。これがイスラム教です。まあ、ユダヤ、キリスト、イスラム、世界四大宗教ですか。これ特徴なのか、これね、死後の救済をちゃんと書いて、明示してます。明示してる、ね。どうなるのか、まあ、ざっくり言うと、復活です。死んだ後も蘇る。本当にどうか分かりませんね、その辺。分かりませんけど。一応これで安心するわけですよ。安心する。宗教ってそこなんですよ。宗教そこ。死後の救済の一番だ。四大宗教ですか。仏教はどうなんですか。お釈迦さん何つってます。お釈迦さんね、実は死後の救済。あんまり言ってないんですよ。大体悟りだって。死後の救済あんまり研究してない。これは弟子たちがいろいろあったうだ言って、ね、仏教死後の救済ありますよ。ある。ローテーションするんですよ、ローテーション。終わりじゃない。輪廻がある。ね、炎上界ですか人間界。修羅、餓鬼、地獄、餓鬼、畜生、畜生、餓鬼、地獄。この6つの陸道をローテーション。だけまあね、ちゃんと善行を積んどかないと地獄に落ちるって話なんですね。あるいは、だけまあ極楽があります。極楽浄土中層もの。これ、お釈迦様と作られていくんですけども。これいいんだね、この肉とローテーション、ここから抜け出すこと、これを涅槃というんです、涅槃。字難しいんで、ひらがな、抜け出す。永遠の苦しみから解放される、これが涅槃の状態らしい。古代インドのこのサンスクリット語で言うならば、ニルバーナという状態です。ニルバーナ。ニルバーナというのがバンドも昔ありましたけど。涅槃と極楽どう違うんだと思ったんですよ。どう違うんだろう、涅槃と極楽は。まあ、厳密に言ったら違うんですね。でも結局言うても永遠の苦しみから永遠に解放されるという点は一緒です。一応仏教の死後の救済ってあるとこあるんです。まあせっかくなんで、もう一個、あの孔子先生が言ったのは孔子先生だった。孔子先生とか孟子先生とかの教え、これ儒教ですね。儒教。まあ儒教はね、宗教じゃない、血縁なんですけどね。おしゃ、あの孔子先生なんて言ったか、死後のことについて、こう言ってます。未だ生を知らず。生きることしかわからないのに、ね、水くんの死を知らんですって。今の生きとることもわからないのに死んだってことは死ぬから。わからへんってことですよ。授業もバリバリの現世です。今生きりよければいいって。これ何も良くないですね。今良ければいいって。今 SDGs じゃないですか。ね、これ今良ければいいって。次の世代だと考えない中国が。あんまり良くないですよ、本当。ということで、やっぱね、死ぬどうですか、僕個人的に、ね、死んだら終わりってなんか寂しいですもんね。だから次もあると思うからなんか頑張ろうと思う。僕はそうですけど、強くて神道が実は身も蓋もないんですよ。終わりですよ。汚いでしょ。だから我が国に通したのは仏教を入れたんですよ。仏教を入れた、ね、神道がもともと日本のネイティブな宗教だけどそこに仏教が入ってきた。仏教を受け入れた。でその神道のこの欠点を補ったんですよ。死で終わりじゃないよと。終わりじゃないよと。
神道の経験を補ったんです。もう一個ね、歴史にすごい影響を与えている。何かというと、ね、汚れなんですよ、汚れ、うん、日本、例えば歴史でちゃんと覚えなきゃいけないんですけど、例えば、なんだろう、聖徳太子の時の天皇してます、ね、遣隋使ですよ。非伊豆とこの天使、非没するところの天使に出すと続かなきゃ、うんうんって。この時、女帝、初の女帝、水国天皇なんです、水国天皇。飛鳥、終わりの宮、飛鳥、終わりの宮、飛鳥って奈良の南部ですよね。例えばそこからなんですか、ね、あの蘇我の、ね、遊郭がこうぶっ壊される、一心が大化の大心ですよ、ね、あれ飛鳥、板吹の宮なんですよ、まあ、別の宮の人、まあ、飛鳥なんだけど、ね、どうしたかというと、そこから、ね、大阪に引っ越しました。浪速の宮に引っ越した。次みたいな大徳天皇、この天皇の次、天智天皇、これなんと滋賀県に行ったんですよ、近江大徳宮ですね。その天智天皇の後、このバトルが起きて人心の乱、勝った後、剛腕の二子が天武天皇になって、で、飛鳥清宮から飛鳥に戻ってます。で、次、奥さん、地頭天皇、藤原京。何が言いたいか、転々とするんですよ。転々とする。都、一大ごと。中国しませんよ。楽王、長安、しません。もう動かない。ヨハンもそうですよ。例えば、ローマ、例えば、コンスタンチノープ、動かない。そんなに簡単に都は。なぜか、ちょっと無駄だ。首都をそんなに何回も一台ごとに人変えるなんてお金かかるし無駄。でも日本は一台ごとに変わるんですよ。仁徳天皇とかね、あのこれ大阪の高遠宮ですから。もう一台ごとに違うんですよ。なぜこんなことしたんですか。すごい非合理的なことですよ。なぜか。あのね、歴史の上でですね、非合理的なことを合理的に説明しようと思ったら、一言、宗教です。宗教。つまり、ここに蹴られるんですよ。天皇はそんなにでかすぎるから、けがれもでかいんですよ。だからそこ進めなくなっちゃう。けがれてしまって。だから移るんですよ。でもこんなことしたらいつまでたっても追いつけない。中国に追いつけない。そこでどうしたか。まあ、持統天皇なんですね。持統天皇。あの、天武天皇の奥さんですけど、あんまりその大体的に教科書出てこないんですけど、持統天皇すごいですよ。歴史を変えますからね。だからとにかく、けがれたら早くせないで、けがれたら。どうすればいい、消毒するときどうします？消毒するとき。手っ取り早く消毒しようと思ったら。火を使うんですよ、火を使う。火を使ったんですね、自分で。今まで天皇がさっきの、ね、何ちゃんが何で祈願したいになったかと、手のなくなったら、これ土葬です。まあ、土葬っていうか、まあ、置くんですね、古墳に。多分、勝手に朽ちていくんですよ。多分、それが元になる。それが元になる。ね、ところが、児童というのは仮装したんです。お釈迦さんどうやって遺体どうなりました、亡くなったって誰にされます、焼いたんですよ、ぶっと焼くんですね。これ火を使ったんですよ。これ火によって消毒したんですね。児童天皇以降、これ次平城京ですから。次平安京でしょ。あと平城京と平安京まで移ったから、これ話したらまた石が変わるから省略しますよ、ね。固定できるようになったんです、都。これがでかかった。仏教すっごいいい影響で。日本の進歩発展にすごい影響で。え、ちゅうことなんです。いや仏教とか言ったら何つっても葬式仏教とか言われてますけど、昔は違いますよ。もうすごい仏教っていうのは。例えば、いい政治をしたいよ、どうしなきゃいけないの、いい政治をしたいって言ってる仏教なんですよ。仏教。仏教っていうのは要するに、いい政治しようと思ったら、思想も大事だ。聖徳太子の十七条憲法は仏教をベースにしてますからね。で、何ですか、やっぱね、いい政治しようと思ったら、やっぱ分泌能力って言いますよ。見かけができないからね。大体見かけできるのは坊さんです。坊さん。例えば何ですか、ね、ね、すごい、ね、あの科学技術、ね、を進歩発展させたいって言ってる仏教なんですよ。お寺ってあれ、簡単に言うと、英術ロケットですから、テクノロジーも発展、ね、それも仏教でしょ。だからなんか、ね、あの中国とお友達になりたいって言ってる仏教なんですよ。坊さん通訳ですから。ね、なんで言ってた、例えばなんか、ね、ちょっと熱が39度あるって言ってる仏教なんですよ。お坊さんちお医者さんですから、うん、ちょっとお薬って言ってる仏教なんですよ。だいたいあのお茶とかビワとかみかんとか砂糖も全部薬ですもと。お坊さんが中国から持ってるんです、ね、ちょっとなんかもうね、生きとる意味がなくなったとかって言ってる仏教、僕カウンセラーですから。お坊さんカウンセラー、聖徳太子もね、それで絵師に救われますから ね、何でも仏教ですよ。そうだ、僕言うんですよ、あの仏教いいかとかね、あ
あんな夢、こんな夢、あのポッケで叶えてくれるやつやと。あんな夢、こんな夢、つまり仏教とはそう、ドラえもん、仏教ドラえもん。何でも叶えてね、都を落としたくないよ、トゥトゥルー仏教なんですよ。仏教なんですよ。すごいですよ、仏教。ということで、まあ、失礼感じ、そんな感じです。日本は汚れで、しかも終わりやったけど、それを仏教がカバーしてくれた。ということですね。はい。で、次行きましょう。次何ですか、うん、自然観。自然観。我が国は世界で最も自然があると思いますね。産地、水源、ね、四季折々の自然、ね、美しい自然観。さっきのうざらぎの話といい話じゃないけど、もともとは母なる神ですよ。いろんなものを生み出してくれた母なる神が、なんと一瞬で死神に変わってるんですよ。千人死で殺したとはって、母なる神が一瞬で死神になってしまう。さっき言いました、出てきた、ちょろっと出てきましたけど、これ、古代の怪物、ヤマタノオロチ。ヤマタノオロチ倒した人は知ってます？英雄。三人兄弟。長女はアマテ。次、二番目がこれ、性別いまいちよく分かってないけど、ツクヨム。末っ子が、ランボモノのスタノオ。このヤマタノオロチ、芝居たのスタノオです。スタノオ。どうやって倒したか知ってます？有名な話。なんかこう、突っ込んで飲みよる。お酒飲ましたんです。お酒飲ました。どうなったか。お酒飲ましたら、もうぐでんぐでん、まあ、8本首があるからですね、余裕もかけ8ですよ。ちょっと知らんけど。でもぐでんぐでんになって、チャンス。そこをサムが切って切って切りまくる。切って切って切りまくる。騙し打ち、騙し打ちなんですよ、実は。また置いといて、置いといて。ヤマタノオロチっていうのはね、地の神の娘八人おったけど、一人一人食っていったんですよ。最後の一人になってもうたらと、ね。そこで末の佐野に相談したんですよ。ね、娘が七人食べられたと、次は末子の場合はもうそれし一人しか残ってないと、僕思うんですよ。引っ越せよ、引っ越せばいいんですよ、引っ越せばいいんですよ。それ置いておきます、置いておきます、置いておきます。地の神が動けないんですよ、きっと知らんけど。佐、ね、野が酔っ払わせて、引きって切って切り抜けたんですよ。でも切り寄ったら、なんか尻尾の方でガチンって歯が当たったらしいですよ。あれと思って。硬いのがある、自分の中に。どうしたか、おかしいなって言って、尻尾をこう切ってくるんですよ。イメージ的にはですね、うなぎをさばくみたいな話さっき言って。うなぎをさばくみたいな話をしてたら、カーンって出てきたの、なんか。えって。めっちゃすげえ剣が出てきたの、聖剣が。光り輝く剣が。尻尾から。この剣が三種の神器の一つです。何の剣かでいいんですか。これやっぱこういうの象徴なんですよ。八田の鏡と、ね、八田の鏡と武の象徴みたいな剣。これね、まあ、入試なんじゃないですか、はっきり言って三種の神器とか。僕の授業でこれ答えられなかったら夢になってますね。草薙の剣なんです。草薙の剣。三種の神器ですよ。すごくないですか。山田の王子って言ったら大体邪神ですよ。簡単に邪神。邪悪の権限みたいな存在ですよ。その尻尾から、なんと三種の神器を聖剣出てくる。すごいですね。すごいです。これ、まあ、ちょうど千と千尋の神隠しの話をしましたけど、知ってます？その中のワンシーンですけど、湯屋に、温泉に、すげえ汚い神様が来るんですよ。奥さえ様って。すげえ汚い神様。これ来るんですよ。その千尋線が、まあ、これをきちんと解放して、ね、きれいにしちゃったんですよ。どうだと思います？きれいにしたら。汚い神様と思っておったら、なんと、すげえ名のある武士だったんですよ。よう来たなぁとか言って、苦団子中、すごい相手もらったんですよ。奥さえ様と思って、汚い神様がすごい名のある武士だったんです。これジブリはね、宮崎駿はすっごい日本の文化を伝統をベースにしてますね。ちょっとあの話があるけど、映画がありますけども、こあの知ってます？この映画で言うの。ジブリのあの、こんちゃん知っとこれ。こう物の姫なんです、物の姫。なんか知っとこないんちゅうか。これの首をめぐってばっかりあるんです。
死神、死神なんです。死神っていうのは命を生み出すんですよ。しかし命を奪いをするんです。ここなんですね。日本の自然観。だから、ザナギはすごい生命ですよ、ね。しかし一瞬で死神に変わるジャネもあるんですね。すごい善でもあるんですね。良いもので。と同時に、すげえ悪ものでもあるんですよ。我が国のこの偉大なる大自然は命を育みます。と同時に一瞬で容赦なく命を奪っていく。究極の二面性を持ちます。二律背反的っていうんですか、真逆の価値観を合わせます。これが我が国の大事です。これもすごい奥深いと思います。奥深いと。日本は自然が豊かだって話をしましたけど、ね、この正月ですよ、びっくりしました、本当。正月早々、能登半島の地震ですよ、ね。家がこうね、もうぺちゃんこになってから、本当。輪島の朝市ですか、もう火災で。ね、もう瓦礫の山ですよ、本当。これね、これは2011年3月11日です。東日本大震災、ね、海が真っ黒い塊となって襲いかかってきてですよ、ね、家を、ね、押しつぶしですよ、大切な人を、ね、押し流していったわけですよ、ね、津波とかひどい話じゃないですか、本当、ね、じゃあ海が悪なのかですよ、海が悪なのか、うん、ね、海のおかげで生命は我々生まれたんですよ、ね、多くの恵みをもたらしてくる。しかし時に海はこうやって襲いかかってくるということは、だから、ね、そういうことなんです。自然というのは生でもあり、邪でもあり、悪でもあるけど善でもあり、命を育みをすれば容赦なく無慈悲に奪っていく。これが日本の自然観ですね。すごいと思います。すごいと思います。で、古事記はこの考え方ですね。これは、うん、偉大な大事です。ということで、うん、まあですね、本当はね、能登半島の地震は本当は一日でも早くに復興してほしいと、まあ、僕は身の丈に合った、ね、支援をさせてもらおうと思ってますけども、ということです。さあ、じゃあ最後ですが、歴史観、これが、ね、一番大事なところですね。歴史観、よく世界史の年表とか資料集ご覧になったことないですかね。一番最後に必ずこの王朝の変遷というのが必ずあるんです。王朝の変遷というのが、こんな感じでね、王朝の移り変わり、変遷、こう、アジアとかヨーロッパとか中国とか、ね、すごい移り変わってますね。国が起こっては滅び、滅びては起こると。ああ、まあ、平家物語じゃないですけども、諸行無常、乗車一斉ですよ、聞いて。で、聞きますけど、我が国はどうなんでしょうか。日本は。一番下日本なんですけど、隠してますけど。日本はどうなのか。はい、これです。つまり、日本なんですよ。日本。中国とか見てください、お隣中国は。国が起こっては滅び、滅びては起こりと。中国語の覚え方を教えましょうか。あれについてまで。イ
州州中仙国新天下新五冠三国新南国朝隋東大美東元民進中華民国中華人民共和国ってどんだけ王朝があるあーよかったこれ誰が作ったか知らないけど素晴らしい発明ですね完璧なんですよ完璧僕は出ましたか飲酒春節戦国心戦火心合間三国心南国朝隋東大草原民進中華民国中華人民共和国戦と言えたら気持ちがいいですいやそれでそれ置いといて日本見てください日本日本なんですよ日本世界の歴史常識というのは移り変わっていく移り変わっていく攻防です、しかし今日本なんですよ単純に僕はすごいと思うんですねすごいと思う、ね、どうでしょう、ね、我が国は現存する世界最古の国家だ国家だ我が国は2000年以上にわたって一つの王朝を守り続けているこれは人類の奇跡ですよ君たちにはその奇跡の歴史を勉強してもらうとか教科書書いておったらテンション上がるね絶対テンション上がると思うんですよ、うんねということでですねいや日本は一つの王朝がずっと続いている現在だこれ事実ですよ事実、ねすごいことだと思う、うん、だから歴史観の本質に出てくる歴史観2人だけ紹介した2人だけ天皇昨日2月23日天皇誕生ですよ、天皇誕生。陛下、64歳の誕生ですからね。今の天皇陛下、何代かご存知ですか初代神武天皇から始まって。はい、今でも庶民ですよ、庶民は。126代。まあ、それはね、例えば最初の10代とか、インチキでやらなくなるとか。まあ、携帯天皇からは、ねそうかもしれないけど、それまでは断絶とかいろいろ言ってくる説があります、あります。でもそんなこと言ったらですね、そんなこと言ったら嘘だけど、あんな作り話だと。僕言い返したんですよ。例えばじゃキリスト教の聖書何て言われたんですキリストは、ね、ママだけで生まれたんですよ。あるかそんなことがキリストどうしよう。女だけで生まれたんですよ。嘘出たもんですよ、はっきりそれは。本当かそう言ったね。例えば何ですかキリストはなぜ神様がしてますキリストは神様なのに人間ができないことをしたんですよ復活したんですよ死んだ人間読み上げ方今まで読み上げたことがはっきり言ってた言いたいですよはっきり言って、ね、そういうことなんですでも彼らはそれを信じている信じているそこにああで言ってるのは野暮ですよはっきり言って、ね、我々は万世一系を信じているそれで結構いいじゃないですかそれで僕はそう思いますねということで、まあ、126代やけど、2人だけ紹介したと思うんですよ。うん、そういうのはやっぱり何事も初代ですよ、はっきり言って。初代というのは、高校生、初代というのを知らないんですよ。なんか今の歴史教育考えたら、そうなんなのかなと思うけど、例えば、ソフトバンクで、トンマー選手引きません。クビですよ、クビ、クビ、分からなくていい。ね、あと、三菱で、岩崎だったことは誰でも、クビ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 、ね、そうしよう。ケムちゃんもしません。日本人やめろとか言いたいわけ。ここなんでね。ジムちゃん。まあジムでももともと宮崎県だったんですね。すごいね宮崎県とそこからね、ね機内を目指すって。ジム当選。黒崎来たんですよ。岡田ジム来てますからね。ジムちゃんも。すごいですね。そこから山口県瀬戸内側の関門海峡を渡って、山口、広島、岡山って。でこうそこから大阪の入ろうとしたけど、ちょっと敵が強かった。ぐるんと迂回して、紀伊半島から入ったんです。神武当選。で、次に奈良の橿原神宮にたどり着いた。ここで神武天皇は、まあ、それまで神山と言われる子だったんだけど、神武天皇として即位されたんですね。これが BC660 年。660年前。単純に今2024年ですから、日本は建国なんですか ?2684 年。世界最高です。中国が古いとか言うけど、嘘ですか嘘ですよ。中華人民共和国何かします建国。1949年。そうだな、2024年。中国は何年ですかだから、ここでしょ ?1、2、3、75
中華人民共和国75年。まあ、これは2020年。まあ、だからすごいって言ってはないんですけども、そのだけ言ってきますよ。中国です。神武天皇が、ね、得意したんですよ。神武天皇が言った、どんな国にしたいか。日本という国をどんな国にしたいか。まあね、一言で表すなら、私は日本をこんな国にしたいと思うと。わかります？発行イウト。発行イウト。スローガンとは何ですか？発行イウト。これは戦争中ですね。発行イチウチは、ね、発行イチウチになるけど、元は発行イウです。発行イウ。発行イウとはどんな意味かというと、まあ、簡単に言うと、ジムテンのめっちゃ跳躍します。日本という国を一つの家と考えましょう。一つの家。ということは日本人はみんな兄弟だと。みんな兄弟、親兄弟だと。そういう、国にしたいんだって言ったんです。みんな兄弟。他人が困っても兄弟、兄弟。そういう人を助けてあげる。困った人を助けてあげる。何かその人もね、ためになってあげる。全然関係ないですよね。身内以外にもそう思って接してあげる。これが発行意味。そんなにきれいことだと思う人いるかもしれないけど、確かにですね、確かに。まあ、しかし、発行意味ですよ。発行一意味、これ、軍部がね、もう使ったんですよ。悪用したんですよ、はっきり言って。発行意味に、その文国主義は何とか関係ないんですよ、関係ない。そうでしょ。例えば、ね、包丁は人を刺すとか良くないですよ。良くないですよ。包丁とかも、キシとか。包丁に罪はないんですよ。そうでしょ。言葉に罪はないんですよ。発行意味はそういう意味です。これがジム先生の、ね、建国の理念です。我が国の建国の理念、ねね。いいことも悪いことも、同じ家族ですかね。苦楽を共にすると。まさに今、陛下の考え方ですよ。苦楽を共にする。そうすれば苦しいことは分割されるし、嬉しいことは何倍にもなる。こうやってやっていこうというかですね。これが発行意味の精神です。もう一個は、我が国16くらいっていう。民徳天皇ですね。民徳天皇ってどんな天皇かご存知ですか？民徳天皇陵。今ね、大戦の国ってんですよ。民徳陵切れるんですよ、僕は思いますけど。まあ、一応確定してないですよ。地名とって言うと大戦の国ってんですよ。世界一でかい国ですよ。世界一でかい国。こんな東の時代が、ね、ピラミッドよりも始皇帝よりもでかい墓を作った。これすごいことですね。この民徳天皇だけでも1時間話したら終わりませんけどね。一つだけ、民徳天皇の話、民のかまどという話がある。民のかまど。民のかまどの精神。家を見下ろしたら、ちょうど晩ご飯時なのに煙が出ていないと。え？と思ったんですよ。晩ご飯時なのに煙が出ていない。それはどういうことだ？飯作れないんですよ。飯作れない。食うものもない状態、民は。ね、民は窮乏しとると。民は苦しんどる。どうしたか。そこで言った。今から3年間税を免除するって。3年間免税する。民は喜んだんですよ。3年経ったら煙が出る。もう税食べるうちことですよ。法王は言った、ね、陛下そろそろ税を取ってもと。
だったらですよ、もう自分節約してますから、切り物も破れてほしい、ね、なんですか、垣根も壊れて、何も穴開いてる感じですよ。ね、2と出るかい、うん。もう3年まで、3年、それ6年間税を免除した。みんなびっくりですよ、6年間税を免除した。金を建てるのは、これまあ普通に言うと百姓です。百姓と言うのは、百姓と言うのは。漢文でね、百姓と呼んだら一般庶民と言ったんですけども、百姓とも呼ばない。何と呼ぶのか、何と呼ぶのか。大御宝と言うんですよ、大御宝。天が金を建てるのは、大御宝のためやと。自分たちは着るものもボロボロ、垣根も壊れて、屋根も穴開いて雨漏りだらけですよ。食うものも、ね、お助けのお漬物は知らんですけども。民族伝はこういうのはですね、民が豊かならそれでいいと。ね、天が天皇を建てたのは、ね、民のためやと。民が豊かということは、我々が豊かと。私が豊かだということであると、はっきり言ったんですね。宝なんですよ。これね、世界と比較したらすごいわかりやすい。世界がどうか、中国とか考えてくださいよ。皇帝にとって、パンティとか完全の私物ですから。もうどれですか、完全の私物。国民がどれだけ苦しむ方が、俺たちが良ければいい。ヨーロッパも大体そんな感じですね。違うんですね。君に一体なんですよ。中国がこれだけ王朝交代を繰り返したからです。大体最初の王か何か知りませんけど、国を建てます。したらどうなるんですか？次第にですね、この国民の奴隷みたいになってたんですよ、簡単に言うと。ついにぶち切れて、ふざけんなって反乱が起きます。したらその反乱軍の、ね、リーダーが新しい王皇帝なんですよ。うん、しばらくしてまたそいつがまたですね、しばらくしてまた国民、民を奴隷みたいになってたんですよ。またぶち切れて反乱が起きる。そしたらその対象が今度また新しい皇帝ですよ。でまた俺もまた島の民をこのね、奴隷で扱い始めて、またぶち切れて反乱が起きて、その親分が皇帝でもその繰り返す。その繰り返し。ね、なぜ日本が続いとるんですか？人間はそんな変わらんと思いますよ。ね、ぶち切れなかったんですよ、簡単に言うと。なぜか、君に言ったよ、ね。民役所を大御宝として扱ってくれるんですよ。ここだと思うんですよ。まあ、嘘くさい話、そんなインチキだとか、ね、作り屋、ね、話だとか、証拠あるのかとか言うかもしれませんけど、続いてるんですよ。これが何よりの証拠と思うんです。続いてる。反乱が起きて続いてる。これが何よりの証拠じゃないですかね。証拠ですよ。日本は続いてる。ああで、ね、その、まあ、それでも作り話か証拠かな、非科学的だ、まあ、結構ですよ。一つ間違いないのは、この民徳天皇は歴代の天皇から お手本とされます。模範とされる。歴代天皇の努力目標です。みんな民徳天皇みたいになろう。なんていうのか、これ生命があります。セーテイというのはですね、北斗の拳のサウザーなんですよ。ああいうふうに、ああいうふうにサウザー、これ、セーテイには、ひじりの味方。民を大切にするという、この考え方。
歴代天皇は常にこの秘人の御方、民族天皇を模範とされた。一つだけ具体がありましょうか。我が国戦争に負けます。戦争に負けます。任せてきます。ダグラス任せ。我が国の王である昭和天皇と会見された。アメリカ大使館で戦後すぐ。昭和天皇は任せのと言ったんですよ。言った。任せはこう思った。まあ、負けた国の王ですからね、おそらく、間違いなく命殺してくると。命殺してくると。昭和天皇もそこでこう言った。ね、元帥と。今回の戦争の責任はと。責任は全て、ね、まあ、任せは、俺が責任やり、全部軍部が悪いと言いに来るなと思っておったら、昭和天皇はこう言った。全て、直接私に責任だと。全て責任だと。だから、私の運命は、あなたの判断によってどうなろうと、それは関係ありません。関係ない。つまり、まあ、ね、マカザー最初に、もう、戦争処刑するつもりからですから。関係ない。しかし、一つだけお願いがあると。我が国の一億の民が腕苦しむ。腕苦しむ、ね。どうか民をよろしくと。今日はそれだけ言いに来ました。じゃあ、マカザーを言います。初めて、生まれて初めて、神のような帝王を起こすんです。この昭和天皇の精神。僕はね、この民族天皇の民のかまど精神の発露と思ってます。発露と。まあ、おそらく昭和天皇じゃなくても、この天皇がそのシチュエーションだっても同じことをしたんじゃないの。僕らだったら、俺は全部あいつが悪いって言っちゃいますよ、本当。命乞いすることを必死で。すごいなと思うんですよ。すごいなと思う、ね。ということで、ね、これが日本の歴史なんですね。日本の歴史。で、そこからね、神武天皇から例えては、平和ですよ。126代。昨日は天皇誕生日です。僕一回に歩いたことあるんですよ。ね、一般参拝。こう受けたことあるんですよ。僕平成最後の一般参拝行ったんですよ。あれとすごいですよ。もうね、嵐のライブとか話すんだからね。もう心底なんかもう日本人でよかったーって気持ちがあるよ。こんな玉じゃないです。キャラじゃないけど、ぶどんば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 ん。嘘だと思うんですか。ぜひ行って帰ってください。あれすごいですよ。もうすごい。しばらく皇后様なんですね。まあ、陛下は常日頃から、我々日本の平和と、ね、国民の幸せを祈り続けている。天皇の仕事って何か、もう一言、祈ることです。祈ること。ひたすら祈ること。ね、よくこういうんですよ。天皇は特権であると、ね。平等じゃないと。天皇って特権と思います。冷静に考えてみてくださいよ。ね、僕ら、例えばちょっとコンビニでジュースとかに行けますよね。ちょっとこれだとお腹減ったり、ちょっと助さんと行こうかとかね。ここで何々行こうかとできますよ。できますよ、でもそんなにプライベートとか。ちょっと彼女とデートとかね、シャンケンディズニーランド行こうとか、大手行こう無理ですよ。とにかくプライベートないんですよ。我々プライベート。僕、本当、パンピーよかったなと思いますよ、僕は。本当。とても天皇なんて、もっぴり重いですよ。陛下もおそらくしたいことあったと思いますよ、わからんですけどね。でもね、この天皇のもとに生まれたという、まあ、その宿命です。その星のもとに生まれた宿命を粛々と受け入れられて、ね、324時間、365日、日本の平和と国民の安寧を祈り続ける。ね、いやまあ我々、年に1回くらい陛下に感謝してもいいんじゃないかと思うんですよ。それがやっぱ昨日と思うんですね。まあ、別に一般様は許せないと思います。我々の生活があるからですね。一言、一つで、まあ、具体的に僕、生徒に言ったんですけど、明日は休みやと、ね、祝日。天皇誕生日は一つだけ、ね、できたらやってみようと。君が代を口ずさむだけに。あれは陛下を、ね、感謝申し上げるんですか、君が代は。授業、ね、にできると。もしよかったらやってみようと話をしました。中央です。これはもっと時間がある。君が代をね、僕も個人的な記憶がある。小学校5年生の時ですよ。若い先生やってるんですよ。三沢小学校5年1組、ね、こういった若い女の先生。私は君がいればスカンしてるんですよ。うん、こう、わからないですから、小学校5年生ですよ。ポケモンですから、君は。そういうもんなのかと思って。なぜ嫌いなのか。理由2つあった。2つ。一つはですね、その先生が君がいるな嫌いな理由は、ね、一つは、ね、非民主主義的だって。非民主主義。思えばこういった軍国主義なんですよ、軍国主義。この今の覚えてますね。おそらくこの2つなんですよ、軍国主義。小学校5年生やから、あ、そんなもんなのかと思いますよ。うん、これ反論できます
民主主義的なんでしょうか。僕に今なら反論できる、論理的に。まず軍国主義があるのか。例えば他の国の国家と比較したらいいんですよ。アメリカの国家ってます。ダダ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 。あれ独立戦争って言われたんですよ。敵をぶっ壊せって言われたんです。敵をぶっ壊せって、簡単に言うと。軍がです。軍が。フランス国家、ダダ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 ダ、マルセイユって言ってますけど。あれ革命軍なんですよ。フランス革命。非革命のやつらをね、皆腰にしようってなるんですよ。恐ろしい、恐ろしい。あの中国は中華人民共和国に来るんですよ。ダダ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 ダ。あれ、日中戦争もないですよ。日本は向こうで戦争もないですよ。これが世界の国家なんですよ。なんと繋がるさいか。日本のことですか？君は言うと、地方になっちゃう、そばれしのようになって、もう国境の結ぶまで。めっちゃ平和。平和ですよ。全然軍国主義じゃない。間違ってますね。非民主主義的な。非民主主義。非民主主義。ね、日本は平等だろ。非民主主義。だけど他の国と比較しよう。イギリスの国家してますか？国王万歳です。国王万歳。ね、だけど立憲君主制の国は、王の、ね、万歳をこれ、ね、願う。いよいよ。これ、普遍、グローバルスタンダードです。グローバルスタンダード。ね、しかも、どうですか？ね、日本語憲法してますか？第一条、何て書いてます？天皇は日本国の、日本国民統合の象徴だと書いてます。そういうことは天皇イコール日本なんです。日本イコール天皇なんです。ということは、天皇の地を見合う地を、とこしを祈るということは、日本国のとこしを祈る。これ、普遍的な気持ちじゃないですか、日本人として。全然非民主主義的ではない。だから、その若い女の先生が言ったことは、全く非学問的、非論理的なんで。ね、いかに覚える。何も知らないね、このね、小学生にこの自分の偏った一方的で、悪意を込めた価値観を押し付けようとか言って。いかに行いますか、ね、まあ、中国語で、そこだけは論理的な話じゃないですか。完全に。気に入られば、軍国主義でも、非民主主義でもない。ということです。で、ですからですね、本当、あの、なんかありましたけど、日本はいい国を同じで、僕は本当、本当にも、こんなに平和で、豊かでですね、文化的に、ね、好き勝手に自由な国ですよ、本当。すごいいい国と思う。ね、ですからね、やっぱ未来永遠こういう国であってほしいと思います。自分の子孫にもそういう思いしてほしいなと、ね。そのためには何をしなくちゃいけないか、我々が子供たちのために。これ日本国憲法を順守してますから。こう書いてます。つまり、普段の努力をしろと、ね。何か努力をしなさいと。今世の中見たら何ですか、文句なき言うて、あげ足だけどってですよ。もらうしか考えてないばっかりですよ、あれ聞いて。いやいや、それも大事かもしれないけど、できることをやると。ケネディは2個で言った。国が何かをしてくれるのを期待するのではなく、あなた方が国のために何ができるかを考えようとしたんですよ。いや、すごいことですね。さすがですよ、ケネディは。だから僕らね、まあ、できないこともいっぱいありますよ、はっきり言って。まあ、絶対できることもあるんですよ。僕はこれだけの歴史の話をするのが僕の使命かなと思ってますけども。だけど、まあ、皆さんができることは必ずできないことなんだけど、できることなんだ、ね。それを何か見つけて、ポツポツとやり続ける。そしたらなんかね、日本がもっといい国になるような気がします。はい、そういうことでですね、はい、まあ、いろいろ言いましたけど、うん、何か一つでもですね、皆さんのプラスになればと、あるいはこう刺激になれば幸いでございます。はい、今日はどうもご清聴ありがとうございます。あの、アンケートありますので、ぜひ、もう、かに気に着せず書いてもらいたいんです。これはまた刺激なんです。紹介してもらいましたけど、古事記について、竹田恒康先生の古事記はすっごい面白いです。すっごい面白い。
ネタですから、今日ネタバレになりますから、おすすめです。漫画と、この、すぐおすすめ。まあ、おすすめなくてよかった。